物語の舞台を実際に肌で感じる筆者のこととか、作品についてより深く学ぶことでまた違ったものが見えてくるんじゃないかなって思ってて、京都が舞台になっている作品を読んでフィールドワークに行ったり、同じ場所を体感したっていうことで、よりリアリティっていうんですか、グループワークが多いので、自分の意見だけじゃなくて他人の意見も取り入れられるところが魅力的だなと思います。アニメーションとか映画とか好きだったんで、細田守監督のアニメーションに注目しています。インタビュー記事とかセリフやアニメーションの中からどういうことを描こうとしているのか研究しています。